21世紀の食いしん坊、本日はどんな素敵な料理に出会えるのでしょうか。聞き手を務めます上水幸です。食いしん坊の笹谷です。食いしん坊の笹谷ですね。お願いします。はい、はい、お願いします。ごめん、普通に言ってしまった。まあ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 時々やるやつですよね。時々やるね。まあまあまあ食いしん坊ですよ。食いしん坊ですね。はい、なんかね、どうですか、ぼやじゃないや、情報が入ってこないとかっていうふうに言ってましたけど、うん、なんかその辺は解決されそうな感じなんですかね。意識すればどうにかなるんですかね。なんやろ、でももう今まで通りにやりよったらダメってことやきさ。要するに、うん、常にもうあの年齢によるこう 老化というかさ、劣化みたいな話やと思うよ。でもなんかあれ、いや思いよったのがその、うん、シンプルに昔っつうか何年か前は、うん、あの仕事休憩せんでも最後まで行って、しかも残業できよったやん、うんうん、絶対今できんもん、絶対に。うん、強調したね、絶対にって、うん、そう、そんぐらいやっぱ体力的な 面とあともう、うん、頭も動かんくなるし。ああ、それはでも分かる気がするな。そう、なんかやりたい気持ちあるけども頭が働かないっていうのはなんかあるかもしれない。そうそう、ある一定のとこまでいったら。いやこれまあダキ、酒飲みよ、酒はね、あのね、減ってあのアルコール度数が減った。ああ、飲む量はそんな変わんないけどみたいな。うん、トータルじゃ量も減っちゃうと思うけど、うんうん、度数をあだけ焼酎とかにするやん、うん、あするときに、うん、割るときにやっぱちょっと前の半分ぐらいになった。ああ、なるほどね。あ、その割る率みたいな感じが。そうそう、量は、うん、割るだけ、例えば500のコップに100ぐらい入れよったとするやん、焼酎を、うんうん、今50ぐらい。なるほどね。そう、なんか薄く飲むよ、飲みよ。それは酔っ払うってこと、それとも味がもうなんかちょ濃いの無理みたいな感じだな。酔っ払った次の日きついみたいな。ああ、わかる。もうちょっとそこを飲む段階から考える段階に考える状態になってしまっちゃう。いやめっちゃわかるわマジでね、うん、今禁酒に何回もチャレンジするんだけど何回も失敗しちゃうよね。いやでもね、上ちゃんそのね、その姿勢はやっぱいいよ、素晴らしい。なんか、うん、そうだね。うん、なんかなんやろ、それは酒焼きあれやけど、うん、なんか笑い話になるけど、やっぱ挑戦はやっぱね、この年で挑戦ってやっぱねえ、やっぱすごいと思う。いや、ありがとうございます。禁酒ね、うん、できたらちょっとあの報告したいですけど、まだね今日2日目なんで何回も打ち砕かれてるんで。いや本当よね。何回も打ち砕かれてるんで。でもう打ち砕かれた後っちも打ち砕かれたように飲むやろ。そうそうなんよ。もういっかってなるんよ。いやでもそれでもういいかってなって、もう一回酒やめるのやめようってならんのが偉い。そうね、何なんだろうね。いやほんと具合悪いよ多分。毎回飲んだ次の日に、うん、あ飲まんかったらよかったなって毎回思うよ。うん、要はなんか途中でやめれる人おるじゃないですか。やめれんのよね、もう飲み出したら。ああ、それでも一人じゃないよね。ね、どっちもやね。一人でも飲み出したらやめれんし、人と飲んでても飲み出したらやめれない。ああ、いや。一杯飲んだら終わるってこと。ああ、スイッチになっちゃうやん。そうそうそう。もう一杯飲んだらもう一杯でやめときますはできない。ああ、いやー。危ねえね。危ないよ。危ねえね、それ。危ないんですよ、本当にもうこの人になってくるとね。いや、ちょっと俺が考えてたよりもっと深い問題かもしれん。やめれる？途中で。俺やめれるようになった。あ、すごいね。自制心あるわ。
自制心というか勢いがない。ああ、なるほどね。あの、なんやろ、行くとこまで行く覚悟が持てんもん。いやでもさ、飲んでたらさ、覚悟とかじゃなくてさ、勢いづいてくるんよ、飲むとほどに。あれやろ、それはなんかあれやろ、ちょっとある種もう本能的な部分やろ。そう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 、本能じゃないよ、もう本能が出てこんのよそうマジか。そうそう、だから、いやだき、それがね、いいよ、本能が出てくるのか うん、逆にそれを取り戻したいもん。へえ、そうなんだ、うん、そう、テンション上がらんのよ。じゃあもう酒飲んでても勢いづかんのよ、うん、一人やったら。あ、そのまあなんかこう周りがおれば、人が、うんうん、それはまたちょっと変わってくるけど、一人ではちょっとその本能的な部分をこうむき出すことはちょっと難しいね今。ちょっとダウナーな感じなんだね。ああ、いや、そうやね、うん、一人でこうすごい本当しみったれたおっさんみたいな感じになってるよね。いや危ないだけ、いや、その危機感はあるそう、なるほど。じゃあそんなしみったれたおっさんが今日はどんな料理をご紹介いただけるんでしょうかじゃあ料理紹介の方お願いします。石田一流飯塚店チャーシュー麺ちょっとさラーメンじゃないですかちょ、前回チャーシュー麺じゃなかったですか。まあ、ラーメンですが、はい、まあまああれですよ、はい、まあリスタートしたじゃないですか。まあ前々回からね。そうそうそう、はい、前々回札幌ラーメンでしたよ。そう味噌ラーメンでしたよ、札幌味噌ラーメン。そう、前回チャーシュー麺でしたよ。そう、豚骨の、今回は豚骨のチャーシュー麺ですねまあまああれじゃないですか、はいはい、我々のやっぱ血肉にとなってるラーメンってやっぱ豚骨じゃないですか、うん、まあそうですね、その、はい、ソウルフードみたいなとこありますよね。そうそう、うん、まあ前回も言いましたけど、もう少しラーメン出ていいんじゃねえかなって。うん、でまあ一回話したじゃないですか、いや一回こうラーメン話したらやっぱこうラーメンで行きたくなるじゃないですか。まあまあまあ勢いづいてくるの、それこそね。そう、なんか一杯食べたらもうまたラーメン、もう一杯食べたらまたラーメンってあるよね。ちょっとモードに入ったかな、ラーメンモードにね、モードにちょっと入っちゃったって感じで、まあちょっと今回もうちょっと今回ラーメンで行こうかなってちょっと。なるほど、まあまあね、石田一流さんにはね何のあれもないですから、が悪いわけじゃなくてね、ささやかな問題ですからね、これはね。そう、むしろ美味しかったってことを紹介していただけるわけですからね。そう、ただグルメ番組でラーメン続けてるっていうだけなんで。そうそうね、チャーシュー麺連続できてますけど。そうそう、うん、まあ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 、なんかじゃあちょっと前回との対比もあるのかないのか分かりませんけど、ちょっと楽しみに聞きたいと思います。はい、まあまあ簡単に言いますと、はい、豚骨のチャーシューって前回と全く一緒じゃないですか。はい、ただまあその2杯を比べたら全く違いますからね。おお、ほう、全然違う、全然違う。まあ、ちなみに前回の一番手さんは、はい、その気になっていって紹介したっていう感じなんで、うん、気になっていって美味しくてだから紹介したって感じなんですけど、うん、こちらはこちらの石田一流さんはもう多分ここ数年、飯塚にできてから行き出して多分ラーメン屋さんで一番行ってます。へえ。マジで毎週行ってる時期もありました。あ、そうなん、そんなですか。そうなんです。というのも、うん、好みのラーメンの時に言ったので塩、あ、ちょっと塩辛い、うんうん、塩分強めのラーメンが好き、うんうん、でなんですけど、
それもろここ体現してるんですよ自分の中で。なるほど。はい。でやっぱラーメンチャーシュー麺ですよ。そう、え、うんうん、わかりますよ、すごく気持ちは。でここの石田一流さん絶対もうチャーシュー麺なんですよ自分。はい。もう他にもあるんですけど美味しいラーメン、うん、でもう店主の方ももう俺イコールチャーシュー麺バリカタでもう絶対覚えちゃおき、もう常連だからね、毎週行ってたぐらいだから、うん、もうチャーシュー麺バリカタの人来たわってなるわけね。そうだき、あの他のラーメン頼みづらいよ。全然理由が違ったらびっくりしたわ、想像したら。もう常連になってしまって違うメニュー頼んだらなんかいかん感じになったみたいな話じゃないですか。そうそう、もうね、だきね、あれ今日違うやんって思われたくないやん。なんか分からんわ、その期待を裏切るような感じってこと。そう、なんかね、こいつ自我見せてきたやんみたいな感じ。あ、なんならもうね、あのドアをこうガラガラガラって開けた時点でもう調理始めてる可能性あるもんね。いや、そらないやろ。チャーシューバリカタの人来たなってもう始まってる可能性あるしね。そんな暇なとこじゃないき。結構お客さん多い。ああ、人気店ね。はい、そうそう。で、いや、まあでもなんでか、まあもともとそのチャーシュー麺に定着する、自分がね、あのメニューを頼む上でチャーシュー麺ばっか頼むっていう歴史があった気そうになったわけや。あ、そうだね。そう、まあそういうことなんやけど、はい、あのここのラーメンマジで、うん、めちゃくちゃ濃いんよ。なんかさ、メニューも濃厚、濃厚チャーシュー麺って書いてるよね。そう、のめちゃくちゃ濃いんよ。うん、替え玉せんでいい。あのね、もう満足するぐらいの濃さってことね。マジで語弊を招くかもしれんけど、うん、帰るときに、うん、きついんよ。語弊を招くやつだね。違う、でもね、これチャーシューめちゃくちゃ濃いスープに、うん、チャーシューやん、うん、めちゃくちゃきついんやけど、うん、その毎週行きよった時期あるやん、うん、もう食べたくて仕方なくなるんよそれが。うーん、中毒性があるんだ。そう、どんな感じで濃いかっていうと、うん、まあイメージで言うと、いや多分イメージばい、はい、俺がこうラーメンをするときに持つ感覚やけど、はい、なんかスープが、あ、麺を揚げるときにスープにこう麺が引っ張られる感じがする。なるほどね。ちょっとね、イメージ、うん、スープがすごいなんかエネルギー発してるよね、もう。こうスープが、引力が。そう、スープがこう麺に絡まってさ、それがこう持ち上がらんぐらい。うん。いや、そんなことないんやけど、でもイメージが、イメージでしょ。それぐらいこう重たいって言ったらあれだけど、そのスープの濃さというかね。そう、うん、サラッとしてないってことですよね。そうで、チャーシューも、うん、あのちょっと炙っちゃうよ。あ、へえ、うん、いいですね。でそのめっちゃ炙っちゃうわけじゃないで、さっと炙っちゃうき、うん、程よくこうあのチャーシューを焦がした感じ、うんうんうん、あの炙りすぎてきついとこあるやん。あるね。じゃなくてちょっとほんと炙っちゃうぐらいき、それがまたちょうどよくて、うんうんうん、そう、毎週行きよった。これね、うん、写真見た感じ、うん、チャーシューやばくないですか、むちゃくちゃ入ってない。そうね、前またちょっとね、これ前俺が手なんやろ行きよった時とチャーシューちょっと変わったんやけど、はい、そう、このチャーシューになったらやっぱこう見た目が多分ね、前の写真とかも多分ググったら出てくるんやけど全然違うもんね、うん、あの、うん、何やったっけ、バラと、あ、まあなんかその辺よく忘れたんやけど、はい、
あのチャーシュー麺頼む人やん俺、その店員参加者、はい、うんうん、チャーシュー変わった時にわざわざ説明しに来たもん、ちょっと変わっちゃったんですけどみたいな、今回からこのチャーシューじゃなくてこういう風にやるようにしましたっつって、わざわざ、もう相当あれじゃん超常連やん、説明に来るぐらいのそのチャーシューの変化を。いやいや、でもね、でもね、俺そのだき毎週行きよう時期もあったけど、それから1ヶ月に1回とかそんなぐらいとかなったりしとったきさ、うんうんうん、そんなスーパー常連じゃないよ。ああ、じゃあ丁寧な接客って感じだから、じゃ あ, あのここマジでめちゃくちゃ丁寧で、あ、へえ、ラーメン屋にしてはなんか珍しいというか、ラーメン屋のなんかイメージってちょっとこう、まあぶっきらぼうまではいかないですけど、こうそんなに丁寧なチャーシューがちょっと今回から変わっておりますのでとかいうイメージじゃなかったけど、あのやばいよ、あのね、ここ、この一大一流って、あのなんかグループみたいなけど何店舗かあって、石田一流で何とか店がいっぱいあるってこと、うん、そうそうそう、はいはい、でなんか結構ね、そういうなんかこう創業者の人とかさ、うん、なんかいろんな他の店舗の人とか見たら結構イケイケのお兄ちゃんたちがあ、若い人がやってるんだ、若い、多分創業、あのオーナーさんも多分まあそんな年じゃない、なんかイケイケな感じ、本当。イケイケって どんな感じよ。イケイケな感じっち、まあ簡単に言うとあれよ、エグザイルとか。うん、なるほどね。エグザイルみたいな感じの店員さんなんだ、割と。そうそうそう。へえ。あ、でもね、ここの飯塚の人は、うん、なんかそちょっとそれよりもなんか。なんやろね、それよりもエグザイルよりも、うん、エグザイルよりもなんかこう少年感がある。なるほどね。そうそう。で、飯塚店はエグザイルよりも少年感があるんだね。多分。めちゃくちゃいいお兄ちゃんで。はいはい。いや、あの、で、その他のスタッフもめちゃくちゃ多分あのめちゃくちゃいいんやけど、うん、ただ雰囲気がやっぱこうイケイケ系ち、やっぱこう上下関係とか激しい、あのちゃんとしてそうやん。ああ、なんかイメージね、うん。うん。なんかそれがなんか伝わってくる。ああ、なるほど。それがこうちゃんと統率が取れ、長期接客につながっちゃうかなっていう感じ。なるほどね。うん。まあでも今時珍しいですよね。そんな統率がしっかり取れてるみたいな。うん、なんかね、そういうイメージはある。勢いって。そんな感じ。エグザイルみたいなこうイケイケのお兄さんたちが店員さんでいらっしゃるってことですね。で、飯塚店に関しては少年感があると、うん、少年感のあるあの店長さんで、店長さんがね、うん、うん、でその人の接客がすごく丁寧で、チャーシュー変わった時に説明してくれたと。そうそうそう、めっちゃ丁寧やそう、めっちゃ丁寧やし、で味をやっぱこう塩気もあってで、はい、濃ゆくて、うん、でまあもともと替え玉そんな鮮タイプやけど、結構好きなラーメンやったらそれでもしてしまうやん、うんうん、でももう替え玉ほぼ一回もない俺したこと、そこで濃厚だからね、そうそう、うん、で一杯で相当満足する、うん、うん、いやこのチャーシューはちょっとね、なその満足するんじゃないかってぐらい写真見る感じでは、うん、そう、うん、そうですよ、これぜひ ね写真を見てほしいですね、まあ、うん、派手さあるよね、しかもその写真撮るよ時も、うん、あの若いお兄ちゃんが来て、うん、写真撮ってくれてありがとうございますへえー、すごい、なんかあれだね、丁寧だね、丁寧というか、そうそう、うん、コミュニケーション取ってきてくれるね、うん、そうそう、ぜひ、うん、もう俺なるべくコミュニケーション取らんようにしても、そうそう、あんまりね食べるのに集中したいからね、気使うからね、いや何か 気使いまくるよやん、要するに多分、うんうん、うん、だけど何かこう絡んでも何か悪いなってちょっと思ってしまう、気使われると気使ってしまうタイプだとね、うん、何かね、そうそう、うん、まあでもさ、接客されたいというかさ、そういうコミュニケーション取ってくれるラーメン屋に行きたいみたいな人はいいかもしれないね、いやそうやし、丁寧な接客が嬉しいっていう人はね、まあ、そうで、なんか気持ちよく帰れる絶対、うんうんうん、しかもイケイケのお兄さんなんでしょ、イケイケのお兄さん、まあ、うん、
まあ、あのちょっと少年感があるけど、少年感がある、イケイケのお兄さんが丁寧に接客してくれるってなったら、それはそれでまた違った意味でも、あのなんだろうな、その接客も楽しみにしていけるんじゃないですかね。いや、もうここは行ってほしいですね。行ってほしいね、上ちゃんにも。あ、でもね、このチャーシュー麺、とにかくね、写真僕ね見てね、結構ねびっくりしてる、うん、本当にあのゴージャスな、めちゃめちゃチャーシュー乗ってるやんみたいな。うん、そう、これいいよ、うん、行きたい。まあまあ、焼き山越えて、焼き山越えて、うん、ぜひ、うん、ラーメン、そうだな、イベントやるときあれだね、昼ラーメン、夜ラーメンみたいな、夜中ラーメンみたいな、で次の日の朝ラーメン食って帰るみたいな、そんな感じの全部ラーメンみたいなのイベントにしようかな。あ、でも逆にそういう風にもう銘打っとけばもうありよね。うん、その企画としてありやけど、その胃袋的にありかどうか分からんけどね。そうそうそう。まあでもいろいろあるきね、やっぱその同じとこのラーメン食べるわけじゃないき。確かにね、うん、うん、これはもう胃袋のダメージをこう笹谷の方でコントロールしてもらえればね、まずはここから行ってっていう感じで、ああ、そうね、やっていけばいいんじゃないですかね。確かに、うん、ラーメンツアーやりたいですね、筑豊の。そうね、ここは多分でもここの石田一郎さん食べると多分その日はもう終わるね、うん、だから最後の締めじゃないですか。ああ、なるほど、うん、1日の締めに行きましょうよ、ぜひ。なるほど、いいですね。うん、いや、このチャーシュー麺で食べてみたいですね。ぜひぜひ、これは私が多分ここ数年で一番行ってる店ですね。胃袋に入ったラーメンなんで。ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、はい、というわけで本日は石田一流飯塚店の、濃厚チャーシュー麺をご紹介させていただきました。概要欄の方にお店の情報を掲載しておりますので、合わせてご覧ください。21世紀の食いしん坊では番組へのメッセージをどしどし募集中です。概要欄にあるフォームまたはハッシュタグ21世紀の食いしん坊をつけてツイッターに投稿していただけると嬉しいです。食レポや番組継続の励みになるのでぜひよろしくお願いします。というわけで、タイトルコール笹谷お願いします。はい、それではいきます。21世紀の食いしん坊。